こんにちは、姉妹吉と申します。このチャンネルでは私の飲食業の経験からご家庭でもお手軽で簡単に作れるメニューをご紹介していきます。はい、今回はスパゲティ白鯖エビのガーリックオイルソースをご紹介いたします。ちょっと珍しい白鯖エビをガーリックシュリンクのように仕上げてパスタと和えてみたいと思います。材料はこちらになります。概算ですが材料費も記載しておりますので参考にされてください。はい、では早速作っていきたいと思います。レモンは半分使います。はい、でこういったゼスターを使って皮を粉状にしておきます。はい、でエビはヒゲと尖った角を切り落とします。はい、ではフライパンにオリーブオイルを入れます。はい、では中火にかけてニンニクのスライスを揚げていきます。はい、きつね色になったら取り出しておきます。はい、刻みにんにくを入れます。唐辛子を入れます。はい、エビを炒めていきます。はい、ではパスタも茹でていきます。はい、エビが炒まったら、塩コショウをします。はい、でレモンを絞ります。はい、で茹で汁を加えます。はい、でバターを加えます。はい、ではパスタが茹で上がったのでフライパンに入れていきます。はい、軽く和えたら完成です。はい、では盛り付けます。はい、完成です。今回はスパゲティ白鯖エビのガーリックオイルソースをご紹介いたしました。白鯖エビのエキスが効いたガーリックオイルがいいパスタのソースになっていて絶品です。ぜひ皆さんも試してみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。